どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いやー、もう日本インカレのね、トラックレースがね、ほんと待ち遠しくてね、たまらない。今日この頃なんですけれども、今日は男子 5000m。 いや、こちらもね、ちょっとね、まあ、5000m の順位予想なんかもしちゃっていいかなと思ったんですが、今日はね、この 5000m のエントリーから見る青山学院大学のですね、駅伝シーズンへの展望、こちらをですね、ちょっと喋ってみたいなと。いやー、ほんとね、まあ、今回、吉田啓太選手、神林雄太選手、そしてキャプテンの吉永選手、このエントリーにね、重要な鍵があるんですよ。ちょっと調べたんですけれども、まあ、この2、3年ですよね、日本インカレの 5000m に出た青山学院大学の選手は、しっかりといつも駅伝を走っていると。まあ、去年の例で言えばね、一色忠選手、田村一輝選手、そして茂木亮太選手で、おととしで言えば一色忠選手、小倉優介選手、そして久保田和馬選手と、まあ、ぶっちゃけ言えばね、出雲駅伝本番で大活躍が期待される選手がエントリーしてるんですよね。ということはですよ、今回のこの青学勢の、5000m 3人、相当期待されてるんじゃないかなと。まあ、確かにですね、上半期、3人ともですね、13分台のタイム出してはいませんけれど、いい感じでね、この夏合宿、メニューを消化してきてるんじゃないかなと。まあ、特にね、やはり僕、広島県在住ですから、特に期待したいのは、啓太、吉田啓太選手。まあ、昨年もね、シーズン序盤はね、なかなかタイム出ずに苦しんでましたけれど、ちょうどね、あの時肉体改造もして、なかなかそのあたりがシンクロしなかったと。しかし、秋9月に入ってから13分台3連発ですからね。このね、ピーキング能力、今年もね、乗っかっちゃってるんじゃないかなと。特にね、後輩のスラズリがね、先日山口ナイター陸上ですか、自己記録更新連発と、スラ高校並み来てるんでね、これは吉田啓太選手もね、かなり刺激されるものがあったんじゃないかなと。で、神林選手もですね、シーズン14分台のタイムで入ってきてますけれども、まあ、神林選手は13分台バーン出すというよりは、やっぱ安定感ですよね。これをね、原監督も求めてるんじゃないかなと思うんで、まあ、そこまでね、タイム気にせず、しっかりと14分10前後で走ってくれれば、ほんと内容ですよね。レース展開ですよね。そこをね、原監督見てくるんじゃないかなと。まあ、神林選手に関してはですよ。最後に吉永選手。吉永キャプテン。まあ、昨年はね、全日本大学駅伝、まあ、区間5位だったんですけれどもね、やっぱり原監督はもうちょっといけるだろうと。吉永は通詞だというふうにね、言われてしまいましたけれどもね、今回キャプテンとしてね、まあ、留学生も多く参加しますんで、もしかしたらね、ハイペースなレース展開になるかもしれない。そこにしっかりとくっついていって、青山学院大学のキャプテンは俺なんだというところをね、しっかり見せてもらいたいなと思っております。今回ね、5000m の順位予想はちょっと控えますけれどもね、この青山学院大学生のね、メンバーの走りに皆さん注目してご覧いただければなと思います。ザワチャンネルでした。今日もですね、マッスルプレス、下にちゃんと着てるんですけど、朝体重測ったんですよ。太ってた。